全国の皆さん、こんにちは。たまちゃんでございますよ。今日は、2020年、なんと2020年の幕開けですね。2020年1月18日、場所は仙台です。ね。悪の巣窟仙台、ね、森の都が悪の帝国にね毒されてるのを私定期的に来てねその悪を一掃してるんですけど、そのそろそろ悪の、幹部レベルがやってくるようになってるんですね。前回はあの悪の手下が私にコッパみじんにやられました。ちょっと悪の幹部クラスが出てきた。まだ悪の親玉がいるんです。まだそこでニヤニヤしてますけどね、いつかそこに切り込まないといけないなと思ってるんですけど、今日はねその悪の幹部っていうことで、なんと今日のゲストは高見こと高見沢義和さんに来ていただきました。どうぞよろしくお願いします。この人喋らなかったらいい人なんですけど、喋るとちょこちょこ毒を吐いてくるんですよ本当に。でもね、あのおかげさまであの高見と仲良くお付き合いさせていただいて、でね、前回今回とあのみんなと一緒にね主催していただいて、私をこう呼んでくださっていろんなセミナーやってくださってるんですけど、まあ、高見がどんな人かっていうのをね、あの仙台にいる人たちもそんなに詳しく知ってるわけじゃないですよね。ね、興味関心がないわけじゃないんですよね。興味関心がないんですか。なさそうです、ね、なさそうです。さっきから唐揚げばっかり見てる人がいるんですよね。なんか待てって言われた犬みたいなもん。まあね、まあ、今日はあの高見がまあどんな人生を歩んでこられてね、こんななんかちょっとおかしい人生に足を突っ込んでしまったのかみたいな話が聞けりゃええなって思います。はい、ということでちょっと全国ね、高見の名前はちょくちょく聞くわって、ちょくちょく聞く、たまちゃんが言ってるもんねって、頭のおかしい代表みたいな感じで言ってるわ、高見っていう名前は聞いたことあるけど、実際どんな人なんやろうってね、そんなワクワクしながら聞いてる人もたくさんいると思いますんで、まず高見から自己紹介簡単にしていただいていいですか。あ、自己紹介です。はい、はいはい、よろしくお願いします。はい、たまちゃんを知ったのはですね、もともとヨッピー、うん、あそこにいるですね、畑中陽子さんが CD をくれまして、なるほど、ね、結構4年ぐらい前かな。で、うん、初め聞いた時はなんかピンとこなかったんですよ。調子乗ってます。ちょこちょこ毒を吐いてくるんですよ、こうやって。もう最初あれほど釘刺していたのにもかかわらず30秒経ったら毒吐いてくるんですよ。あれほど毒吐くなって言ったのに、でピンとこなかったと。そうです。あのその当時結構人生が順調に回ってまして、ね、別になんか人生が順調の時は私との接点ないんですよ、大体。そうなんですよ。ないない。スルーして、でちょっとへこんだ時に思い出したようにもう一回聞き直してみたらすごい響いたんですね。でそれでやっぱ聞いてるうちにだんだんすごい腑に落ちてきて、やがてはたまちゃん呼びたいっていうこと。まあ一回そのたくちゃんがね、仙台何回も呼んでくれたり、あと立花さん、マーキーさんも呼んでくれたので、ね、それをきっかけに、じゃあ今度はうちらで主催をするかということで来てもらったという感じですね。はいはい、なるほど、ね。はい。あなたの自己紹介に何にもなってないな。何にもなってない。今なんか記憶に残ってるのはちょっと毒を吐かれたぐらいの記憶しか残ってない。あなた何者なんですか、大体。今はですね、仙台の方であの保険の代理店の方で営業をやってるんですが。営業されてんの？はい。もうこう見えてもですね、営業なんですよ。営業やれるの？普通のなんか公務員の事務してるような多分イメージ見えると思う、うんってうどなずいてちょっと悔しいんですけど、営業なんですよ、一応。え、はい、だって営業っつったらさ、なんかこうイケイケみたいな、制約取るぞみたいな、全くなんかそんなイメージじゃないですか。はい、あなたからそういうオーラがみじんも感じられないんですけど、はいはい、まあ、真逆で勝負しようっていうことね。そうなの。自分なかなかこういうタイプの営業もいませんよね。そうなんですね。間に合ってます、あ、そうですかみたいなね。もともと、はい、で、え、保険の代理店の営業って、まあなんでまたそんな、ちょっと、え、あなた何、自分で向いてると思ったの？いや、思ってないんですけど、うん、ちょっと10年ぐらい一応保険の営業やってる、その前にいる人生の変遷がありまして。あ、でも保険の営業10年やってるってことあなたもうベテランやないですか。そうですね、業界ではかなり。へー、なんで今ちょっとドヤ顔入ってんすか。ちょこちょこ毒を吐いてくるんですよ、こうやって。10年もやってるとすごいですよね。普通だいたいほらね、セールスマンの真逆のような顔と性格してるから、普通そんな人は3ヶ月ぐらいでいなくなるはずやのに、10年も続くったら相当あなたすごい凄腕じゃないですか。そうですね。
なかなかこういう返しする人もいませんよ。そうですねとか言われて素直に生きようと思って。いや本当ですよ、これ天然って言うんですこれね。え、10年やってたっていうことは、はい、その前に何かされてたの？そうです、もともと埼玉出身なんですね、仙台じゃなくて、はあはあ、で、大学を東京の大学が卒業して、はいはい、5年間普通のサラリーマンやったんですよ、金融機関で。それこそ本当事務っていうか、審査業務っていう、まあ、銀行ではないんですけど、うん、バンクっていうリース会社だったんですけど、はい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 、でそこで、審査業務っていわゆる会社とかに融資をするので、この会社だったら何億まで貸したらいいっていうのを決算分析する仕事。1年目から行って、で当時バブルだったんで結構比較的いい会社だったんですけど、はいはい、入れちゃったんですよ。ほう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 。でも入れたら結構大変で、自分の大変、お金扱う仕事大変よね。そうですね、全然何も分からないで入っちゃって、で、うん、結構優秀な人ばっかりだったんですね。なんか早稲田とかその、はいはい、慶応とか法学部とかそんな人で、俺全然もっと本当に大したとかではなかったので、うん、間違って入ったらやっぱすごい苦しくって、うんうん、で本当毎日もうこれ倒れたら楽になるんじゃないかって毎日すごい。でも倒れないんですよ意外にね。倒れたら楽になるのにって何度思っても倒れないんですよ。これが不思議ですよね本当に。でそれで一応5年間は頑張ったんですよ、はいはい、でも5年間経ってもう27なんですね、5年間、うん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 、22で そうですわな。でこのままで20代終わりたくないと思ったんですよ、でじゃあ何をしたいかって考えた時に、うん、やっぱ都会っていうか、まあ一応東京に勤めてたんで、はいはい、そうするとあっちの方の人って人生逃げたくない、うん、なったら何をするかっていうと農業とか憧れるんですよ、うん、田舎暮らしとか農業。ああもうそのねえ、なんかテクノロジーとか人に疲れるんですよね、はいはい、でちょっと自然に癒されたいなみたいな。そうです、それで憧れてて、ただ家も両親もサラリーマンとかだし誰も農地とか持ってないので、はいはい、知ってがなかったんで、そうですね、で探したら宮城県になんか新規就農者の集いっていうの集まりがあって、要はその地方都会の方から人を呼んで農業させようっていう、はい、そういう合宿みたいなのがあって、それに参加したんですね。参加したの？参加し一泊で参加したら、そこでなんか宮城の方でお給与制度で雇ってくれるっていう農業やってる会社があったんです。社長さんが来てて、なかなか面白い、今も面白いですよねその会社。当時そんな会社なんてそんな聞かないですよね。やっぱり給料もらえる普通ないじゃないですか。普通農業でサラリーマンってなかなかないですよね。出来高制ですよね農業っつったらね。農地も農機具もなくても農業できるっていうんで、じゃあ雇ってください。農業法人みたいな感じ。そうですね、有限会社だったんですけど、うんうん、水耕栽培って言って土じゃなくて、まあ、いわゆるプラントを使って水耕栽培、そういった、はいはい、ほうれん草とかサラダのとかを作ってる会社、はい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 、ただ給料が一応まあそんなに儲かるわけじゃないから12万円、うん、学面でね、だから手取りだとやっぱ8万とか9万になる、まあ、そうなりますわね。で、うん、やっぱその当時会社結構いい会社だったのでお給料そこそこ良かったんですけど。いやそりゃそうでしょ、12万だだ下がりじゃないですか。どうするかと思って、まあ、ただその地元の地主さんだってアパートを経営してるから住むとことお米をやるよ、提供するよって言われたんで、肉とかこれそのお米と野菜だけ食べてればそんな食費かかんないんで、確かにどうにかできるかなと思って、じゃあお願いしますっていうふうに。会社辞めたのか。会社辞めました。あれ辞める時なんて言われたんや。いや結構止められました、ね、当たり前やんそれまあふざけんなみたいな話になるでしょそれやっぱりその3年目ぐらいで言ったんですけど、やっぱ辞めさせてくれないで、やっぱ2年ぐらいちょっと引っ張って、あはい、だから本当ドロップアウトみたいな感じだったので、まあ、農業そんな食っていけるわけないじゃんっていう感じであって、でそれでただやっぱりどうしてもやっぱちょっとこのままだと多分倒れちゃうなっていう感じがしたんで、ちょっとやめさせてくださいっていうところですね。ただちょっとその夢があって、当時その海外の貧乏旅行したかったんですね、うんうん、でそれなのでそのサラダ工房ってその会社だったんですけど、うんうん、社長さんに半年間だけ私猶予くださいと、ちょっとその間ちょっと海外旅行したいんですって言って、仕事辞めてそこの新しい職場に着くまでに半年間ちょっと猶予くれと。そうです、はい、でちょっとやりたい夢があるんじゃと、はい、結構面白いことやってますね、あなたねそれも昔からのちょっと農業の他に夢だったんで、はい、したらまあ半年だったらいいよっていうことを約束して、一応就職してくれるっていう前提で、ちょっと半年間海外を昔でいうバックパッカーみたいなね、当時サル岩石とか、はいはい、ちょっと前ぐらいかな、はいはい、で結構インドとかネパールとかいろんなヨーロッパとか15カ国回ってきて、なんでまたそんな行きたいと思ったのよ。
まあ、当時あの流行ったの深夜特急っていうですね、あのそういう小説があって、要は旅する、うんうん、でそれ読んだ人は結構ハマるんですよ。魔の小説と人生を誤ってしまう小説がありまして気になるじゃないかそれ思わずこの収録止めてちょっとアマゾンで調べたくなりましたよ今。何よその深夜特急、かなり気になるからな。その旅好きの人しかも読むなって言われたら余計気になるからな結構それ有名な、そのそういうのは好きな人にはすごい有名な本なんですけど、やっぱ読んだらですね、ハマったの、ハマってしまって、やばいの、やばい、読んだらやばいの、やばいです、やばいっすね、超面白いの、面白いですね、やばいやんそれ、もう早速調べてる早速もう術にかかってるのがいるし、うん、それで半年間ですね、その当時インドとか行く時はたまちゃんにひげ伸ばして、そうよね、そう、大体そんなことする人ってそんなのにね憧れるよね、なんかね、だって会社員時代絶対こんなことできねえんだからさ、うん、そうですね、それであの、まあ、当時そのインドと、あのインドだったりタイとか旅行してアジアの人はすごい親切なので、すごいその当時27歳で若かったから、うん、もてなしてくれるんですよね、なんかご飯一緒に食べておごってけやとか、うちに遊び来いよとか泊まり来いよとか、言葉できたのあなた。言葉はできないですけど、できないのになんでそんなフレンドリーになってんの。あの英語は一応片言、1年ぐらいその準備期間があったから、うん、独学でやったんで、でも片言だったんですけど、すごいね、でもベトナムとか行った時はベトナムの人ってほとんど英語喋れなかったんですね、はいはいはい、でも身振り手振りでジャスチャーでお互いやってると結構こんな風に食べるまでとかすると、うんうんうん、友達になったりとかして、じゃあ泊まり来いよとか泊まり行ったんですよ。へー、でこんな大家族で誰か一人ぐらい英語喋るかって誰もやっぱり英語喋れないでもね意外どうにかなるんですよね。あ、そうなんすごいね、すごい仲良くな、止めさせてくれってっていう、そういう経験をさせてもらって、うん、でそれで農業に移ったっていう形です。へー、その何バックパッカーしてる時にさ、いろんな出来事に遭遇するでしょ。はい、なんか何そんな面白い話とかないの。そうですね、危ない目にも結構いろいろあったりはしたんですけど、でもそんなに死にそうな目はやっぱ合わなかったですね。どんな危ない目にあった。なんかあの当時ベトナムとかすごいぼったくりとかが激しかったんですよ。あのなんかもう30年ぐらい前のベトナム戦争の影響下でやっぱ刹那的になってるんで、一回なんか長距離バスに乗ったんですね、うん、あのいわゆるここ仙台東京間みたいなあんな感じでもうオンボロのバスとかで乗ったら、うん、で向こうの当時の人ってやっぱ日本人ってカモンドしか持ってないから、うんうん、僕が乗ったらお金持ちやからね。そうですね、あの車掌とかみんな結構入れ墨とかしてるんですよ、うん、いかにも怪しそうなのをして、でそれで周り寄ってきて、でなんか一人が僕のと話す会話をして、話しかけてる間に僕のバッグをゴソゴソやってる。あさり始めたんですね。でもうこれでもうなんかどうにかやばいなと思ったから騒いだんですよ、うん、バス止めろとか、うん、叫んだって日本語で叫んだんですよ。やばいって、いや結構命かかってますからね。そうよね、騒いまくったら、うん、そこのとこでやっぱ車掌さんが何かあった、あ運転手さんがやっぱ止まったんですよ、うんうん、でも表出ろとかって言ってなんかやってたら、で偶然そこが止まったとこが警察署の前なんです。へぇ、いや本当国道とかなんですけど、で騒いでたら警察官が来てくれて、うんうん、何やってんだとかって言って、うん、その後警察みんなでしょっぴかれて尋問とか、尋問ってか聴取だったんですね。でやっぱりそのあのベトナムの人はよく喋れないから、うんうん、それは全部ジェスチャーでこいつがバッグを漁ってとかやって、はいはいはい、でその後でもバスは結構満員だったんですけど、待ちぼうけですよ、聴取して、3時間4時間ぐらい、すごい、待ってんのバスが。だってもう運転手とか全部その従業員が全部ほらあの警察で取り調べ受けてるのね、取り調べになってるから、すごい、何それ、申し訳ないと思いながら、何して結局あなたそのバスにまた乗ったの。いや乗れないから。乗れないかよ。だって怒ってそうじゃないですか、乗れないすいませんでしたぐらい言えちょっとあというか一応なんかそれ時はね、なんかパトカーでなんかちょっと近くの駅まで送ってくれたのかな。あでそれで多分そのバスに乗ってた人はみんな思ったんですよ、なんであいつだけパトカー乗ってどこか行けようかおいわしらどうなんじゃおいあいつ名前教えろみたいな、ね、申し訳ないなと思いつつですね、はい、結構だからそういった、いやでも見知らぬ人が出てきてさ、こんな凄腕で出てきてさ、お何や何やとか言ってる間に隣がいきなり漁り始めたらさ、恐怖よね。そうですね、何するんやこれって、はい、まあ、命取られるんちゃうんかって思うわな。その場にも結構危ない目あってたら、ちょっと警戒はしてたんですけど。何まだ危ない目にあったの。いや同じ国でね、別のあれだった。何したん何されたん。え何されたん。それも話します、当たり前やん何
した秘密に包もうとするんですか。めっちゃ今みんな聞きたいですよこれ。初めね、空港に着いたら当時はタクシーでやっぱ繁華街まで離れてるから、でもタクシーは乗っちゃいけないって言われてたんです。危ないから。危ないのタクシー。危ないんです。なんで危ないんだよ。やっぱりそのなんかあのぼったくりっていうかあったりするんです。治安が悪い国と、まあまあ、今じゃないですから、もう前ですからね、はいはい、でもやっぱなかったんです。こうバスとかも出ちゃった後とかしかなくタクシー呼んだら、普通はなんか運転手と乗客じゃないですか、うん、だけどもう一人男が助手席に乗り込んだんですよ、まあ、いわゆるその運転手と同僚みたいな。二人だからなんかこれ絶対なんかあるなと思って。おうおうおう、ありそうな、なんか雰囲気プンプンするやないかそれ。空港までまあ15分ぐらいだから、まあ、このぐらいであれかなと思ったら、案の定なんかどっかのなんかすごく途中と高速道路から登ってる時に、うん、なんかあの初めはなんか例えばこの金額だって言われたんですけど、うん、でこれじゃなくてとちょっと今日は大変だから3倍ぐらいよこせみたいなふっかけてきたんですよ、うん、でふざけんなって言ってたら、で、ま、ふざけんなって何語で言ったよあなた。えふざけんなって何語。もう日本語だから。日本語だってあのベトナム語とか英語とかで使っても迫力出ないじゃないですか。ああそうね、騒がなきゃいけないんで、でっかい声出すっていうのでやって、今のこう高みからなかなか想像つかないですよね。えどんな感じで言ったどんな感じで、ふざけんでくれやとか言ったの。あらん限りの声で、もうあなたがね、ふざけるなみたいな感じなんか全然ふざけてるのあなたじゃないですかみたいな感じで、全然イメージできませんけど、そんな時代があったのね、あなたにもね。そうです。で、それでもう、で、なんかやっぱりやってて、うん、で、なんかね、刃物かなんか出そうな素振りをしたんですよ。で、普通アジアとかであんまりそこまで、あの南米とかだら危ないですけど、うん、アジアはそんなことしないんで、多分脅しだったと思うんですけど、はいはいはい、でもちょっとそんな素振り見せて脅しかけてきたら、じゃあもうしか止めろって言って、やっぱ止めさせて、うん、でも高速道路だったんですよ。うん、でも、そしたらもう降りろってか言うから、うん、高速道路の真ん中で降ろされて。だからその出口まで歩いたんですよ。歩いたんか、はあ、すごい。初日からもうそんな目になって、だから面白いことやってますね。当時初めの頃、いやそこはあくまで他はみんないい人だったんですけど、はいはい、60キロでスタートしていきなり50キロぐらいに10キロ減ったんですよ、ね、食べ物が消化できませんみたいな、はい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 、ずっと下痢状態で。わかるわかる、はじめはね、はいはい、でで、まあ、そういったのもあったんですけど、他は結構みんないい人で本当親切にしてもらったんで、うん、はい、そこが一番そうですね、大変だったと。半年ぐらいいたの。半年間ですね。すげえなー。どこ回ったのよ。あ、でも本当タイ回ってマレーシアとかシンガポールとかベトナムとか、うん、ネパール、あインドネパール、うんうん、であとイランとかに行ったんですよ。あとはパキスタンでイタリアとかギリシャとかヨーロッパ、結構いろんなとこ行ったな、15カ国なんで。すごっ。はい、だから当時イランとか情報なかったんですよ、イスラム国とかで、うん、やっぱみんなちょっとビビっていくわけですよ。そうよね、はい、ちょっと大丈夫かなと、うん、でもすごいフレンドリーでやっぱイスラムの教えですごくあの旅人をもてなせっていうのがあって、うん、だから食堂とかあったら絶対みんな奢ってくれるんですよ。すごいね。でみんな親日なんですね。ああそうですね。あのなんだ、なあじゃなくて、長野オリンピックの時に結構出稼ぎてきたイラン人が結構いっぱい当時来てたんですね。工事、道路工事とかでお世話になって帰ってったっていう人がいっぱいいるんで、みんな親日で、だからそこでも本当みんなしあの食事とか奢ってもらって、みんな泊まってけっていう風な感じなんで、全然違うなっていう感じでね。はい、いや本当貴重な体験ができたんやね。それはありがたかったんですね。ほんで何その、まあ、帰ってきて、でどうなったの。帰ってきてで農業ですね、うん、でも農業楽しかったんですよやっぱすごく。へえ、はい、性にあったの。そうですね、うん、あのまあでも結構人もいっぱいパートさんとかもいて、うんうん、まあ、僕パートさんのなんかマネージャーみたいな役割で10人ぐらい、まあ、女性がいて、うん、僕、まあ、チーフみたいな感じだったりと、うんうんうん、結構和気あいあいとやってて楽しかったですね。でも大変は大変なんですよ、うん、立ち上げた時3ヶ月間一切休みなかったりとか。あ、はい、何ちょうど立ち上げの頃にあなたも入っていったわけ。プラントの立ち上げみたいな。初めはあったんですけど農業を拡張したんですよ。はいはいはい、はい、でなんかその社長がちょっと変わった人で元サラリーマンで気象庁に勤めて脱サラして、うん、もう親父さんが農業やってたん で、うん、で仙台の富澤だったら地主さんなんですよね、うん、資産はあったの でいきなりなんかあのその富澤あたりここら辺とかあったんですけど拡張して渡りの方にナスを作りたいとか言い出すんですよ、うんうん、でしかもクラシック音楽を聴かせるんだとかって言って、モーツ
サルトなすぞするぞとかって言うんですね。でそれで本当に農場すごく1000平米から本当でかいハウス でかいな。スピーカーをそれハウスだけで相当金かかるよそれ、まあ、何億ですね、うん、億単位ですよ。でスピーカーも16個つけてで本当毎日モーツァルト聴かせてたんですけど、で毎日モーツァルト聴くと嫌になってくるんですそれ沼か分かる気がするんですよ。確かにこれ体にいいよって言ってね、食べてても毎日同じ食事やったらさ、いくら体に良くてもちょっとみたいなことになる。毎日毎日モーツァルトやったらな、それ確かにちょっとなんか食傷気味でなんかたまには他のが来てよみたいなね。社長が毎日来るわけじゃないから、こっそり自分の好きな CD を、はい、おい何をやってるんだよおい。ちょっと自分のね、あのお酒とかってなんでお酒かけてんだよモーツァルトナスって言ってなんでお酒ナスになってんだよそれ。ちょっとパーツさんみたいでやばいやないか。ちょっと窓ガラス割り始めるやないかよナスが。グレてまうがな、ナスが今モーツァルトでまっすぐ育っとったのが。サービスでパートさんの人からちょリクエストに答えるよとか言って、なんでやねんなんでそこラジオ局なってんねん、いきなり 北島三郎とか何かけこんじゃお社長がいない時に何やり放題やっとんねん。でも結構楽しかった。当たり前やろんなそんな今聞いただけで楽しいわそんなそれ社長には内緒なんでしょ。内緒です。相当悪じゃねえかよ笑顔の下で何そんな悪さやってんだよそんな社長も今聞いてびっくりですよ多分お前そんなことやってたかお前ってへえ面白いことやってんな。はい。で結構沖縄とかにパイン作るとか言い出してですね、沖縄にまで手を伸ばそうとしたの。そうなんです。すごいね。で津堅島って島があって、そこでちょっと土地を買ってする、うん、あそうなの。カリシの栽培とかでね、はい、でやって、だから3ヶ月間僕も沖縄出張とかで、へえ、ビニールハウス50度ぐらいになるんですよ。だよ沖縄の時点で40度ぐらいになってるのに、さらにそこにビニールハウスってのはもう完全灼熱地獄じゃないかそれ。その中で作業やって、でもやっぱ楽しいんですよね。結構地元の人たちがパッツさんに来るから、はいはいはい、で毎日飲み会みたいな感じになって、ああ、はい、っていうことをやってました。面白いな。ほんでどうなったのよ。まあでも一応それで7年ぐらいやったんですけど、やっぱりそのすごく億単位の金をかけてるんですね。そうだよね、最初の投資がやばいよね。合わないんですよ。モーツァルトのやつは高くは売れるんですけど、所詮ナスですから何千円で売れるわけですよ。尾崎なんか聞かせるからだよモーツァルトだけ聞かせとけば売れたのに、尾崎とか北島三郎祭りとかかけてるからそうなるんだよそうですね。それなので、まあ、なかなか儲からなかったんですよ。責任の半分はあなたにあるんじゃないかなと思いますけど、私。まあ、確かにな、はい、いくらナスいいですよっつったって、そんなナス毎回買うわけじゃないし、ね、一回モーツァルトナス食べればええかみたいなことになりますよね。まあ、生活必需品じゃないから ね、うん、パインとかも高く売ってたんですけど、やっぱ1箱3000円とかで売ってたんですけど、うん、はいはいはい、はい、結構付加価値があるんですね。そこそこ売ったんですけども、やっぱりね、うん、投資額が半端じゃなかった。そうよな、はい、回収するまでが大変よね、うん、ではい、でちょっとそれで7年やったんですけども、当時も30いくつとかで、はい、結婚して子供もできたんですよ。一応やっぱ好意がで、ちょっと給料も結構上げてくれたんですけど、ただ一生農業でやってくるのはちょっと無理だなって、まあ、確かにな。自分だけやったらいいんですけど、やっぱ子供の学費とかも稼がなきゃいけない、うん、そうだな。で社長にちょっと話して、うんうん、やっぱちょっとそういう理由ですいませんがって言ったら、あ、しょうがないねっていう形で、その時に言わなかったの、実はここだけの話なんですけどすいませんけどみたいな、懺悔はしなかった。内緒、結局内緒だったんだよ相当悪じゃの。で、まあ、辞めたの。辞めて、ただ辞める前に、じゃあ何をするかっていうので、うん、やっぱその海外半年間お世話になったんで、うん、やっぱりその国際交流に興味があったんで、ボランティアでやってたんですよ。ああ、なるほどね。で、自分たちでその英会話スクールとかを渡里町とかにちょっと立ち上げてたりしてたんで。英会話って、あなた英会話できましたっけ英会話多少はできるんですよ。あなただって海外に行って使った言葉は日本語でふざけるなバカ野郎だったじゃないですか英語でコミュニケーション全然取ってないじゃないですかそうですねおろせコラとかじゃないですか若いってから英語とか勉強はしてたそうなの面白い人生ですね、あなたも。でその後にそのボランティア、うん、国際交流ボランティアをやってて、うん、一応その渡里町っていうところでね、うん、自分たちが主催で ALT の先生来てもらって、うん、はいはい、やってたんですよ。週1回こんな集まりとか10人ぐらいとかで、ALT は本当は
ダメなんですか、準公務員だから、はいはいはい、でもちょっと教育委員長とかに言って、はいはい、ちょっと特別事例としてやらせてもらって、なるほど、ね、でもそれが楽しかったんですよね、うんうん、まあ、こういう感じでクリスマスパーティーやったりとか、思えばあなたその頃からなんかチーム定例会みたいなことやってたんよね、やってましたよね、そうなんか、で、まあ、それをそんなの仕事にしたらいいなと思ったんで、うん、で英会学校に入ったんですよ。で30超えて英会学校に入る、30ですね、あ違う30、あ違う35ぐらいですね、お、はい、すごいね、はい、で転職して、でそこは何、英会話学校に就職したの？そうなんですよ、すごっ、あのだ先生は外国人、僕はその仙台校っていうところで外国人が12、3人アメリカ人とカナダ人がいて、うんうん、そこの日本人スタッフ、要はその接客ですよね、はい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 、で、はいはい、でマネージャーとかもあれなんですけど、はいはい、っていう感じで入った、うん、楽しいだろうなと思って、へー、はい、でも英語だから外国人と毎日接してれば英語絶対喋れるようになると思ったんですけど、はは、全然なんなかった当たり前じゃん、日本なんだからだって普段喋ってる言葉日本語なんでしょ、上達するわけがないですよねほんで、でまあそこ あのマネージャーみたいな感じになったりして、はいはい、そこ日本人スタッフと、はい、あとはだから結構それで、あの外国から来たらそのアパートとか手配したりとか、うんうん、あと企業とか行ったりとかしたので、うん、まあ有名な会社さんとかですよね、ソニーさんとか、うんうんうん、っていうところに教師派遣したので、そこの自分が、うんうん、まああのいわゆる付き人みたいな感じで、うんうんうん、はい、コーディネーターみたいな感じで、はいはいはい、行ってっていうところで、はい、で結構面白いことやってますんで、どうなったのあなたの人生、ね、なんかあなたの人生すげえなんかジェットコースターやなあ、そうです、とてもそんな風には見えんけど、でも楽しかったんですけど、でもやっぱ宮城のそこの企業で一応15校ぐらいあったんですけど、やっぱでも所得、外国人は高いんですよ、給料って、やっぱりいい外国人を呼ばないとダメだから、対戦相手がドバイとかなんですよ、要は外国人どっちがお給料いいかっていうとドバイとかの方が高いんですよ、はあ、なるほどね、結構高めに設定するんですよ、なるほど、すごい結構、でも日本に留まってもらう理由作りやわな、はい、それから日本人は本当最低賃金ぐらいの感じなんですよね、へえ、だから本当にそのアメリカ3年留学してましたとしても結構本当手取り15万ぐらいとかそんなんですよね、でやったり、それじゃ農業の頃とそんなに変わらんじゃないか、多少あれだったんですけど、うん、変わんな、結局マネージャーとかやっててもやっぱり年収もやっぱ300万ぐらいとかだったんですよね、でも楽しいんだけどやっぱ食ってけんとか思って、でその時に当時そのなんか保険会社誘われたんですよ、知り合いに、あ、もう5年ぐらいやった時に、でもこのままでもやっぱちょっとどうにもならんなっていう時に保険会社来ないって言われて、あ、友達から、友達から、でも絶対嫌だってね、いかにも向いてなさそうじゃないですか、まあ、確かに今向いて自分で言うのもどうかと思いますけど、みんなうなずいてるんですよね今ね、なんかうなずいてんのかなとか思いながら、だから、まあ、その当時の映画学の社長からもすごいお世話になった方なんですけど、はいはいはい、絶対お前向いてないと思うんだけどなってやっぱ止められたんで、そりゃそうでしょだって、はい、はい、営業それはちょっと待ってくれよみたいな、はい、うん、そうな、だからでもやっぱりなんか変な流れ的があった時に、うん、なんかやっぱそっち行くように仕向けられてる感じがあったよ、いろんな流れがあって、でそれで当時そのあれ、その当時に中村文明さんの CD と出会ったんですよ、うん、あの橘生の喜劇で、じゃあその時だったんだ、ふみちゃんと出会ったの、悩んでる時に出会ったのね、はい、でそれを聞いてすごく感動して、うん、でああいう感じで保険を仕事をやったら面白いんじゃないかっていう、はい、だからちょっと他の人とは違う方法、押し付けじゃなくて本当に喜ばせることで、それで喜んで入ってくれたら、自分のファンになってくれたらいいなっていう営業できないかなと思って、うんうんうん、へえ、面白いね、やっぱただの変態じゃないね、やっぱね筋金入りやね、やっぱね、決心して踏み出したんですね、はあ、はあ、まあ、でいろいろご縁があってというか、結構いろいろ協力してる方もいたりとかして、うん、結構順調に行ってっていうところで、あ、そうなの、はい、順調に営業行ったの、行ったんですね、へ、はあ、当時はあの僕 あの学校の先生が担当だったんですよ、まあ、某外資系の金融会社 で、うんうんうん、で学校の先生と結構馬があったんですよ、うん、はい、で当時からその立花さん師匠なんですけど、はいはい、CD 配りなんですね、はい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 、でお客さんとかにその先生結構みんなお客さんになってくると、はいはい、で文明さんの CD を渡すんですよ、うんうんうん、でそれでよかったら聞いてくださいってやると、うんうん、結構聞いてくれたりとかしてくれる人がいて、はいはいはい、で結構意外に僕学校の先生の文明さんファンを
っぱいやって、で鹿野田さんのご主人とかもやっぱりそうで、あ、そうか、はい、渡したら、うん、奥さんも聞いてくれてっていうところで、はい、あなたの人生めちゃめちゃにしたのこの男なのこの男なのあ、そうなんだ、面白いね。ご縁は結構多いんです。明日来る斉藤和子さんとかもやっぱそのご主人渡したら奥さんがいつの間にか車の中で聞いててとかいうパターンが結構多くて、もうむちゃくちゃハマってっていうので面白いね。あ、だから結構ふみやきさんをちょっと学校に呼びたいっていう意見も結構あったんですけど、やっぱちょっと結構値段的に結構それなかなかかなわなかったんですけど、うんうんうん、っていうあれでですね、ちょっと特殊なやり方で営業をやってました。へえ、そうなんか。うん、じゃあ何、順調にいったんじゃん。そうなんですけど、しばらくはなんですけど、最近ちょっとそのなんかでもあのすごく商品がいい時は良かったんですけど、今結構商品推薦とかも変わってきて、あ、その保険の商品っていうことね。金利が良かった時代とかは、あ、はい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 、で良かったんですけど、やっぱそういう商品がなくなってきて、はいはい、ちょっとなかなかあの売るのも厳しくなってきて、でもちょっと会社の方はなんかそれこういう利益率が高い商品を勧めて売りなさいっていうのを勧めてくるので、でもちょっとそういうのやっぱりなんか納得いかなかったので、今のところは代理店なので、あのすごくその方に合った保険を選べるんですね。要はその保険会社20社分ほぼ全部商品を扱ってるから、いい子を選べるんですよっていう感じなので、で今結構やってるのが、結構年配の方とか多かったりする、60歳以上とか70歳の方も結構多かったりするので、うんうんうん、なんかお客さんのニーズに応えたじゃなくて、なんかちょっとコミュニティを作りたいと思って、でこの間行ったのはお客さんで、あの私英会話習いたいのっていう67歳の女性がいたので、うん、いいですね、やりましょうよっていうことで、うん、何人かいたので、で来週からですね、その英会話サークルをちょっと立ち上げて、で先生はその当時の英会話学校のあの引退したやっぱり67歳くらい女性がいたので、うん、その下声かけたらぜひボランティアみたいな感じで手伝ってくれるよって言ったので、はい、でだから5人ぐらい、タクちゃんとかもね入るんだけど、スタートするっていう感じで結構まあ楽しくはやってる感じですね。本当の人生どこに波風があるの？え？どこに波風が？いや当時それは節目は大変なんですよ、相当悩んだりとかしてですね、はいはいはい、結構だって保険会社に入るとかって相当勇気いりますから、ね、いやそりゃそうでしょ、だって、はいはい、ねえ、なんかほらもう私経験してないから何も言えないけど、イメージ的に超きつそうやろうって思うじゃないですか、うん、なんかこうノルマを達成しないといけないとか、なんか上司からひどく怒られるとか、ね、なんかよく聞くじゃないですかそんな、はい、ね、あの電話の受話器をぐるぐる巻きにテープで固定で、もうあの何制約するまでその受話器置くなみたいなね、はい、あのそんな昔あったじゃないですか。だからなんかそんなイメージがあるから、よう高見10年もやってるんだなと思ってね。そうですね、うん、だからただ気をつけてね、やっぱり自分からは入ってくださいねとは言わないようにしてるんです。あとは友達とかこういう仲間にも自分からは声かけないんですよ、うんうんうん、話聞いてねとは多分皆さんに伝えてないと思うんですけど、うんうんうん、なるべくその相談とかしてもらうような感じでというか、うんうんうん、そういう形でお役に立ってるような感じでできたらいいなっていう、ね、じゃあ保険の見直しとかもしてるのね。そうですね、はいはいはい、はい、でそれ以外にもだから CD 配ったりとか、うん、他にもなんかその楽しくできることも提供しますよみたいな、ちょっと変わったことにチャレンジしようとしている最中っていう感じですね。本当で何？タマちゃんとの接点は何なの？タマちゃんはですね、今までのあなたの人生にタマちゃんの楽しみも出てこなかったんですよ俺どこに爪痕があるんやろ、俺の爪痕を今たぐってたぐってないじゃんみたいなことになったんですけどあなたとタマちゃんの接点何なの？中村文明さん出てきたけど、タマちゃん出てこなかったんですよ私の登場シーン一瞬もなかったんですよなんか綺麗にまとめようとしてたから、ちょっと俺の爪痕どこやんそうですね、ちょっと待ちなさいよあなた、ちょこちょこ毒吐いてくるんですよ。ちょっと忘れてました、うん、忘れるな隣にいるのにですね、僕は昔から斉藤ひとりさんのファンだったんですよ、はいはいはい、いきなりちょっと話また違う出てくるのかと思ったら、またなんか違う名前が出てきましたよ、おかしいな。ひとりさんのファンで、ひとりさんは結構本当に当時20代ぐらいなのかな、本とか読んでてやってて、で教えとか本とかほぼ全てもたまちゃんもね、ひとりさんすごい好きで、あ、大好きですね、うん、読んでてすごいいいなと思ってて、だったんですけど、
でもなんかそのひとりさんのファンって結構今ひとりさん70ぐらいなのかな。そうですよね、もうそれぐらいになると思いますよ、はいはい、でそれでいいんですけど、やっぱりそのすごく推しを僕もなんか知ってもらいたいんですけど、やっぱ結局その人の年齢に近い人がファンになるんですよね、うんうんうん、70だといわゆる60代とか、うんうんうん、若い人とかにはちょっとやっぱ届かないっていうのがあって、すごくじゃあどうやって広めたらいいのかなって思ってたんですけど、なかなか難しかったんですね。はいはい、シートが配ってたりはしたんですけど、はいはいはい、でそこで、たまちゃんがですね、はい、まあひとりさんのファンっていうことだし、はい、やっぱりすごく、まあ、基本的にその人間の摂理っていうか真実って一つだと思うので、やっぱ同じようなことを言ってて、たまちゃんは実践してるんですね。だからなんだろう、僕のイメージとしては、ひとりさんのなんかマナ弟子じゃないけど教え子っていうか引き継ぐ人っていう あなたの中でね、そうですね、はいはいはい、光栄なことですけど、あの若い人に伝えるための役目をもらった人がタマちゃんかと思って、ああはいはい、でも若い人一人も来てませんよいるじゃないですか、ほら一人もあかりちゃんとか3人ぐらいいますけどこれちょっと若いにも程がある、若いにも程があるんですよこれは逆に、はい、うんうん、大丈夫です、あんまりひとりさんの客層と変わらない客層の人たちがここに集まってるような気がするんですけど、あなたの野望は崩れたりみたいな感じなんですけどちょっと言われてみればそんなようなで、やっぱりそのたまちゃんも実践してくれてるので、はいはい、体験というか体験としてそれを語る人ってやっぱ日本であんまりいないと思うんですよね、はいはい、なのでたまちゃんをやっぱ広めたいっていうのがあったので、あ、いいことですね、でそれで今皆さん CD とか配ったりとか、あとはたまちゃんは友達になってくれるので、普通やっぱり講演会あったらちょっと崇める人じゃないですか、じゃなくてもハグもできるし相談もできるし、なかなかいませんよ毒吐いてくるあなたのファンですとか言いながら毒吐いてくる人なかなかいない、これはいないと思います、なかなかね、っていう貴重な存在なのでなので今回ね、あの皆さんにもぜひ知ってもらいたいと思って協力してもらえて、なるほど、ね、はい、そういうふうな、本当はそういうところなんですね、ああ本当はそういうところなんですね、この CD が終わりに近づいてくる頃に俺の名前が出てくるというなかなか普段ないようなあの物語の構成ですけど、何そのあなた今その保険を通してまあ、笑顔を増やすお手伝いをしてるわけですよね、まあ、保険でほら何かがあった時の力になるものじゃないですか、はい、普段はほら特にお役に、ね、立ってるっていう実感はないけど、そのもしもの時とかね、うん、そういった時の備えでしょ、そうですね、あなたはその保険を、はい、まあもちろんその保険と商品っていうのはその業界の人は慣れてるけど、私ら保険を商品っていうのはあまり慣れてないんですけど、うん、その保険の良さ、はい、高見が考えるその保険備えの良さっていうのかな、はい、そんなことどんな風に考えてるの。そうです、うん、保険はのお守りだと思ってるんですよ、うん、だから結構普通お守り保険と高額な金額をかけてる人多いと思うんですけど、お守りに大金を投じる必要はないと思うんですよね、でもし何かあったらでも守ってくれる、安心してくれる、うんうん、やっぱり病気経験した人は結構わかるんですけど、あ、そうですよね、やっぱりあると助かるんですよね、うんうん、ただそんなにいっぱいは入る必要はないかなって、例えばその生活が苦しくなるような金額とか、うんうん、で既存適正なのってあると、もうそれをちゃんとお伝えするとすごく安心して自分の夢だったりとか仕事だったりに没頭できるかなっていうので、そこのお手伝いをできたらなっていうところですね、あとはその上で僕と知り合ってくれた方はいろんな、例えばたまちゃん紹介したりとか、うん、そう英会サークルやったり、あと筆文字も教えたり、そうですね、あなた筆文字サークルも立ち上げてね、はいはい、筆文字の先生になって活躍しとるじゃないですか、まあ、あの先生っていうか本当にやり方をお伝えするっていうところでね、でまあ本当に500円とか1000円とかそこら辺が定額できる形でっていう形でね、うんうんうん、あのそういうことでお役に立てたらっていうところですね、はい、まあでも高見がいろんな人生の経験の中からまあね、自分の人生もこう山あり谷あり紆余曲折でいろんな経験をされて今ここにたどり着いて、これから高見はどんな人生を歩いていきたいなって思ってるの。そうですね、やっぱりちょっとイメージとして自分が亡くなった時に、うん、すごく悲しんでくれる状態を作りたいっていうのが、悲しんでくれる状態を作りたい、今ニヤニヤしながら見てるふざけたちがいっぱいいるんですよいっぱいいるんですよ。ちょっとだけ話大丈夫ですか。まだ全然いい、はいはい、全然いいですよ、はい、っていうのはその、やっぱ4年ぐらい前からちょっと変えたんですよ。何を。そのなんかこういうふうにやって、まだ今までこういうことやってなかったです。一切僕主催なんかもやったこともないし、はいはいはい、で普通に仕事だけに真面目にやってたからだったんですけど、うん、
あの橘さんマーキーさんから、うんうん、ある怪しい合宿に参加をちょっと反強制で行かされてですね、怪しい合宿行ったんか、行ったんですね、はい、やばいなそれ、それ、なんそれはやばいな、はい、でそれはね、あの山下さん、吉弘さん、ビリーさんって人の、ね、はい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 、合宿なんですけど、そこで使命の合宿ってちょっと本当怪しい合宿なんですけど、でその中で、うん、なんか面白いなんかあれがあったワークショップみたいのが、うんうん、10人ぐらいで輪になって、うん、お葬式の儀式みたいのをやるみたいのがあって、うん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 、で例えば自分が亡くなったと、そっちこんな風にだから僕の場合だったら目をつぶってやってて、で10人ぐらいがなんかそれぞれなんかメッセージを伝えていくっていうあれなんです。例えば、あの高見いろいろありがとうに今助かったよとかっていうなんか言葉を浴びせてくれるっていうのをやったんですね。でやったんですけど、でもなんか全然なんだこれやと思ってたんですよ。で別に感動も何もしないし、なんだかよくわからんなと思ってて、でそしたらあのマーキーさんの番になったんです。でマーキーさんとかね、結構みんなに CD とか配って、うんうん、本当にやっぱりいろいろ仙台で会ってる方なんですけど、うん、マーキーさんとか順番になったら、うん、マーキーさんなんか途中でうっとかなんかおえつしてきてですね、泣き始めてですね、誰が、立花さん、あ、マーキーが泣き始めた。みんながその要はその言葉を発してるんですけど、はいはいはい、マーキーに対して言葉を、うん、あのかけてる、うん、でそれを聞いたマーキーがちょっとこう涙するみたいな、はい、そうですね、はい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 、で僕もだからすごく立花さんにお世話になって師匠と崇めてるので、はいはいはい、であなたのおかげですごく人生変わりましたとかっていうことで本当に感謝の意味を込めて言ったんですけど、やっぱ他の10人もやっぱそうだったんですよね。なるほどなるほど。でマーキーさん初めはひくひくだったんですけど、だんだん本当おいつに近くなってきて、しまいに号泣になっちゃったんですよ。なんかあの大人の呼吸とか初めて見たんですけど、あなたメンターに見れるもんね、なかなか初めてものすごくなってて、でその時思ったのがマーキーさんは自分の使命を全うしてて、しかもすごく多くの人に感謝されて、なるほど、でもしも立花さんが亡くなったら本当に多くの人が悲しむだろうなと思ったんですね、うんうん、でそれに比べて僕が感動しなかったのは、うん、僕はそれ自分の使命を全うしたし生ききってないし、多分別に感謝してくれる人も泣く人もそんなにいないだろうなっていうのが分かったんで、すごく感動がなかったんですね。なるほどね。だからその時に立花さん、うん、マーキーさんみたいになりたいと思って、じゃあどうすればいいかってことをその後聞きに行ったんですよ、うんうん、でそしたら CD とか今楽しんで配ってるよっていう、うんうん、まあでちょっと義務とかじゃなくて嬉しくて俺やってんだよとかってなんか言ってて、うんうん、あそうなんだと思ってやってみたら本当にですね CD配ったり、俺いろんな喜んでくれてる人がいて、初めて僕もそういったのが分かったんですけど、でその時にあれですね、あの生き方を変えようじゃないですけど、うん、ちょっと自分も虚しなんかあった時にそういった一人でもなんか泣いてくれたり悲しんでくれる人がいいかなっていうのを意識してやるように変えたんですね、死に配りとかっていうので、はい、へえ、はい、そうか、はい、それじゃあマーキーのその涙があなたの人生をまた変えたんやな。そうですね、 あの時が本当きっかけでしたね、マーキーさんの涙がですね、やっぱりちょっとああなりたい、ああいう風に行きたいなと思って、まああの人はネジ5、60本外れてるんですよ外れてるので、まあ、あの人になりたいっていうあなたまあおすすめはしませんけど、でもね、まあ、数年後あなたもそうなってるかもしれないですよね。あなたも 5、60 本外れてるかもしれませんわな。でもやっぱりこの間ちょっとね、うん、皆さん知ってる方はご存知だと思うんですけど、あの平谷がね、うん、亡くなってしまってですね、やっぱり平谷はあの本当にみんなに CD 配ったり DVD 撮ってプレゼントしてくれたりと、そういう活動をしてたので、本当に愛の人やったよね。やっぱりすごく僕もね、あのお葬式とか参加させていただいたんですけど、みんな多くの方涙してて、うん、あ本当にこういうふうに行きたいなっていうのはその時も思いましたね。うそうか、はい、そうか、あなたに大きなメッセージを残したんやな平谷はな。そうですね、なるほどな、そうか、まあこれから高見はね、まだたくさんの人と出会って、たくさんの人とねご縁を紡いで、たくさんの人に影響を与える人になっていくんだろうなと思うんですけど、まあ高見がこれからやりたい、まあ夢っていうのかな、こうこんなことやチャレンジしたいな、こんなことやってみたいなっていうのがあったら、ぜひここで語ってもらいたいんですけど。そうですね、はい、
まあまあ、こう引き続き同じ活動はしていくと思うんですよ、うんうん、まあ、たまちゃんとか知ってもらったりとか、うん、講演会とかやったり、あと最近はあのブログを始めたんですね、お、はい、もう今日で96日目なんですよ。結構続いてますね、はい、でもみんなにあんまり言ってないから。もう言いなさいよなんで言わないんだよちょっと恥ずかしいの、ね、なんでだよでそれですね、ちょっともう大体少ない時は2人ぐらいのアクセスとかで、多い時で10人ぐらいなんです、からちょっと見てもらえるようにやっていくというと言わなきゃやってることすら知らないからここそうなんですよ、やってたのみたいな言いなさいよあとはあの当時 そのさっき言った旅行のですね、うん、あれは旅行記みたいのを当時日記にずっと書いてたんですよ。それ興味あるわ。はい、うん、それをこれも内緒なんですけどブログでアップし始めてるんです。内緒じゃねえじゃねえかよ全世界に公開してるじゃねえかよでそれはちょっともう何日かやってるのでそれを全部まとめてね、やっぱ本当にいろんなお世話になってです、いろんな出会いがあったりとか、うんうん、楽しい思い出もしたので、うんうんうん、そこはちょっと残しておきたいなと思います、ね、へー、ね、はい、今日初めてね、高見がブログやってるんだっていうのが分かった人はね、なんて検索すれば出てくるの何でしたっけね、お前知っとけそれあんまり人に案内したことないんです自分でやってるんだから覚えときなさいよそれ。高見の筆文字ブログとか確かなんかそんなアバウトすぎるわ本人でしょうが、はい、高見の筆文字ブログ、うん、ね、ちょっと検索します、はい、後でね、うん、さっきのなんだっけ深夜特急やったっけ、はい、深夜特急と高見の筆文字ブログは要必見ですからね、要チェックですよこれね、はい、ということでね、人の人生って聞かないとわからないもんですよね。ねえ、こんな顔して営業なんかできるんかと思ってたね、ニヤニヤしながら聞いてた皆さんが、まあ最後までそのニヤニヤが止まらないという、ほんとふざけた、こうね、まあでもそのどんな思いを持ってこの人が仕事に取り組んでるのかとか、ね、どんな思いを持って未来を紡ごうとしてるのかって聞くと、また今までとは違ったその親しみとかね、共感の架け橋とかがかかるんじゃないかなと思うんです。それは皆さんも一緒だと思うんですよね。うん、自分は自分の人生が当たり前やと思ってるし、何の感動もないよ自分の人生にって思ってるかもしれないけど、こうやって語ると新しい発見や意外な一面を見ることができるんですよね。うん、だから皆さんも、まあ、高見が今日語ったようにね、自分のその人生で気づいたことや学んだことね、つまずいたこととかを笑顔で語れるようにね、そんな毎日を過ごしていけたら素敵やなって思いますね。ということで、あっという間に時間になったんですよね。あなたはもう、本当はね、本当はあなたに話してもらいたいネタがあったんですよ。こないだの仙台でね、ふざけた話したんですよ、この男が本当に。はい。そんな話をね、しようと思ってたんですけど、ついにこの本人からそんな話が出なかったんで、その話をしなきゃ収まらないでしょ、だったって。収まらない。こないだ仙台の私の講演をめちゃくちゃにしたんですよ、この男が。ね。爆弾発言をして。あれ、いわきですよ、いわき。いわきですよ、いわき。あ、いわきだよ、いわき。いわきだよ。こないだ、あ、俺なんつったっけ、今。仙台。あ、仙台じゃねえよ、いわきだよ。うん、いわき、いわき。この間いわきのねセミナーめちゃめちゃにしたのこの男が。懇親会でしたね。懇親会で爆弾発言しようっても、はい、面白いネタがあるんでちょっと聞いてくださいよ。ちょっとたまちゃん語ってくれます。なんでだよなんでだよ。あれ何から来たんかね話が。いろいろインターネットで検索するとね、いろんな情報にアクセスできるよねみたいな、世の中ってすごい時代になったよねって、今だって自分でその知りたい情報を自分でアクセスできる時代になったんだよみたいなこと。でもさ、すごいんだよ、Facebook って。私ね、Facebook のセミナーに出たんですよ。で、諮問席だったんですけど、その Facebook のセミナーで、私が取材されて、私 Facebook の映像にも出てますけど、その時にね、Facebook とんでもないことやってるんですよね。Facebook 見るじゃないですか。で、その見る、こうってやってるじゃないですか。時々ピッて止まるでしょ。その止まった秒数と、こうってやった秒数全部カウントされてるんですよ。ピッピッピッピやってピッて止まったところが興味ありって思うんですよ。その長さをカウントして興味どれぐらいあるっていうのが分かって、その広告を入れてくるんですよ。だから自分に興味関心のある広告しか出なくなったんです。
すごいよね、フェイスブックって言ったら、この親父がとんでもないこと言うんですよね。うちのお客さんでねって、ほんとこの間なんかね、フェイスブックですげえ怒ってる人がいて、つって、何に怒ってるんつって。けしからん、最近のネットはけしからん、みたいな。ね、エロな情報ばっかり出てくるって。本当になんかこう、なんかエッチななんか何、漫画とか、そのなんか大人のなんかお楽しみみたいな、そんな宣伝ばっかり出てきて、なんだこれはって。こんなのは青少年に対してよからんじゃないかみたいな。そんなのを Facebook で怒ってる人がいたんだよ、たまちゃんって。それってどういうことかなつって。え、それってそういうことでしょあなた。それってどう考えてもその人がいつもそういうところにアクセスしてるっていうことじゃないですかみたいな。だよねーみたいなことになって、それを Facebook で晒してるその人やばいんちゃうみたいな話になって、ほんたらこの人とかって見せてきたんですよ、かわいそうにみたいなね。そんなことをね、だから皆さんやばいですよ。あのね、皆さんが普段見てるのは全部バレてる、全部もう丸裸になってる、丸裸になってるんで、エロサイトとか見ちゃダメですよ、ね、エロサイトとか見ると絶対そのエロ広告が出てきますから、これやばいですからっていう話をね、懇親会の時に力説してるんですよ。俺の懇親会もうめちゃくちゃですよ、まあ、はっきり言って。タマちゃん通話にハマっちゃう。夜中寝る時までそれがループするんですよ。やばいみたいな、思わず私自分の広告チェックしました、エロ広告出てないよねとか言って、危ない、出てなくてよかったみたいな、危ないわと思って、本当にね、すごい時代に、ね、どうでもいい話なんですよこれね、本当に、まあ、その人が普段ダンディで結構決めてる人だからちょっとそのなんかね、ほんと目も当てられない、普段ダンディで決めててさ、なんか社会どうなってるんだみたいな、こんな世の中変えていかないといけないっていう原因が自分だったっていうね。あなたがアクセスしてるんですよみたいな、ちょっと晒してしまいましたねみたいな。そしてそれを黙っとけばいいのに、断るたんびに営業で喋ってるんですそれを。私の知り合いにこんな友達がいましてね、普段ダンディーなんですけどって、この間そんなエロサイトが出てくるって怒ってたんですよねつって、でもあれねってカウントされてるんですよねって、そんなことをね営業で使ってバンバン営業成績上げてるっていうね、裏話を聞いて本当悪やなって思ったんですこの人は。だから皆さん騙されてはいけません ね、 ね、そういうネタをいっぱい持ってますんでね、またこんなオフレコの時にね、まだまだね、ここでは喋れないネタを山ほど持ってるんですよこの親父はね、そりゃそうですわ、営業で10年いるっつったらね、何らかの特技があるんですよ、ね、彼にはそういうブラックな特技がある。まあ出会った人はぜひね、そんな裏話を聞いていただければと思います。ということでね、時間があっという間に来てしまって、本当に爆笑の中終わりましたけど、本日のゲストは、高見こと高見沢義勝さんに来ていただきました。どうも皆さんご清聴ありがとうございました。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。